あんた、嘘つきだね。さあ、スロット打ちたい。大事そうそう何言ってんだあんたは。いやこの間開始1系でボット引いてな。カーデス降臨からの700ゲームは乗せて、カーデスストックして以来脳が溶けまくってるんよ。まだ20中キロスロカス。あ、大丈夫大丈夫。私が負けるなんてことそうそうないから。勝ち殴っていいですか？なんだって背後にじゃねえか。モンキュースキルだけは一丁前ね。プラネーハイだけよこしやがってよ、スターさんよ。で、1枚だけ切ってナメプするあんたにだけは言われたくないと思うわ。はいはいわかりました。よければいいんですよね。それでも一発消すために残すことぐさ。しかしこんなんてなりで上がって終わりだろ。まあどう考えても100万には程遠いわね。てこししもちゃがあたおかな打ち方してるけど、まあほっとけいか。それに比べて神茶さんは随分オートバックスな打ち方してるわね。さあそろそろテンパイ近いぞ。私もう少しで整いつつあるわね。欲を言えばタニャをつけたいところか。まあ今回はそんなとこでしょう。けどここからわざわざ移送としてまでタニャを狙う。ペイドラで打点あるんだからリーチした方がいいと思うけど。いや打点は高ければ高いほどいい。上げれるだけ打点は稼ぐぞ。リーチよ。はい、くそげー。ほんと毎回ターチャのテンパイ早すぎだっつーの。ジェンタマあるある。ほんとこれは疑惑を向けられても仕方のないレベルで早いんよな。一発もバンバン出るしね。私はそんなに多く一発もらえてないけどな。嫌われてるんじゃない？お前はもう死んでいる。で、背後にでリーチ飛んでって降りてくださいねと言わんばかりのくせた加減だな。見たい放題チャンネル。こんなん何待ちかなんてわかるわけもないし、もう適当に切っていくしかないだろ。このたまりさ、なんだよ。ものすごくメタな話するんだけど、こういう時ジェンタマって、リーチ来た直後の灰がめちゃくちゃ当たりやすいんだよね。いやまさか、そんなね、確かにあると言われればある位置だけども、それじゃあ何か、振り込ませるために入ってきたと。だからネタって言ったじゃない。まさかそんなネタっぽいこと麻雀であるわけない。私は人間実行タニャを目指すぞ。ロン。リーチ、ビーフ、ドラ。あ、そうかよ。わかったよ。私に喧嘩売りてってことだよな。その喧嘩買ってやる。よろしい。ならばクリークだ。まあまあこれはゲームなんだし、たとえゲームであっても振り込んだ分は返してもらわないとな。ぶっ込んだ分取り返す。脳みそパチンカスのそれなんよ。絶対にまくってやるからな。どうなった時のマリサは大勝ちするか大負けするかなんよな。レイムお前私が負けるとでも思ってんのか。なんで私に突っかかるんだよ。相手が違うだろ。たとえ相棒であっても今の私にマウント取ることは許さないぞ。なんなら拳で語ってやろうか。一体ハマコを使え。罪者の剣士郎。たとえ神茶が何の役であろうと必ず取り返す。その首洗って待ってろ。もう少し変わってない。気持ちだよ気持ち。リーチ、お前はおとなしくしとけ。下がっているケンシロウ。これはもう私もリーチするしかないな。下茶さんが前に出てきちゃったからね。下茶が上がる前に何としても先に上がるしかない。でなければ神茶を運ばせることができない。え、マージャンってそういうゲームだった？絶戦場の景色ってやつを見せてやりたくなってな。さあ行ってらっしゃい。行くってどこへ？ゼマ！リーチよ。ゼマ。ラン。リーチよ。ラン。え、なにこれマリさん、あんたどんな魔法使ったのよ。私にかかれば魔法なんて使わなくてもこのくらい朝飯前だぞ。いやいやいや、甘く言ったってどんだけ上がったんだよ。ざっと5連チャンだな。細かい部分は除くが、点数で言えば69400点だ。これは神茶さんもそうだけど下茶さんがかわいそうね。私の怒りのとばっちりみたいなもんだからな。下茶には次の試合で勝てるよう健闘をお祈り申し上げます。もう勝った気でいるの？さすがにこの点差だ。リーチ手はいないみたいだね。あ、いいんじゃないか。最後まできっちり相手するのが礼儀ってもんだ。かかってこいや。どこから目線だよ。神は言っている、ここで死ぬ定めではないと。けど言うて自敗と恥敗しか切ってないからな。とここで神茶さんも押してきたわね。こうなると困るんだよな。ヤンピンでリーチしたってことはギリギリまで使うかもしれないと考えてたのか。まあ想像の域は出ないわね。まあ無難に嘘を切ってピン図に寄せて待つか。下茶さんは想像で待ってそうね。いいローピン切ってヤンキューピンで当たらない。いい層からロー層で当たらないならもうチーパー急層で決まりだな。問題は神茶だ。結構な牌出てるのに当たる気配がみじんもない。これ短期待ちしてねえか。ありそう。なら筋も関係ないじゃない。そこで気になるのはこのヤンピンだ。使う気だったんだとすればいい算数ピンは絶対に切れない。逆にチーパーピンは安全ってことだ。よしこの曲取りに行くぞ。ランは想像通りの負けだったわね。下茶がカンパーそう。神茶がチートイスーピン待ちだったんだぜ。今回はさすがに6連チャンも上がったから少し疲れたんだぜ。まあここまでやれたら上出来でしょ。次は100万上がって楽に勝ちたいんだぜ。100万自体楽じゃないでしょ。この動画が良かったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではさらば。